ハロー、ブレイクスルー佐々木です。というわけでね、今日もね、どんどんね、名言残していきたいと思います。今日残す名言は、僕がね、高校の頃にね、物理の先生に教わった、こちらの名言、こちら、たら人生部分積分っていうことでね、まずはね、部分積分とはね、何なのかについてね、まあ、こちらに、示していきたいと思います。はい、はい。部分積分っていうのは、こちらに示したように、インテグラル f'xgxdx イコール fxgx- インテグラル fxg'xdx という風になる式でございます。というわけでね、こちらの式についてね、なので人生部分積分という言葉が成り立つのかについてね、早速紹介していきたいというふうに思います。はい、プッテル。まずね、このね、部分積分っていうのはね、どういう風に成り立っているのかについてね、簡単に説明するとね、まあね、部分積分っていうのはね、二つの関数の、まあ積になっている非積分関数のうちの一つで、この場合はね、fx だけをね、部分的にね、積分するような方法を言います。まあその対象としてね、まあね、gx をね、微分しなければならないというね、副作用がございます。で、これどういうことかっていうと、fx という積分値、新たなものを得るためには、もともと持っていた、gx を微分して、fxg'x にしなければならないという、まあそういったね、トレードオフみたいな関係があるんですね。これどういうことかっていうとね、fx を得るためにはね、gx を失わなければならないということを表していてですね、まあ、これを人生に応用するとですね、まあ、何かを得るためには、何かを失わなければならないということをね、表しているんですね。はい、とって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 。はい、というわけでね、皆さんね、感動して泣いてるんじゃないかなというふうに思います。というわけでね、今日の、ブレイクスルー佐々木チャンネル終わりでした。See you next time!